キチャンネル。2001年以来20年ぶりのヤクルトスワローズ日本一おめでとう。さあということでね、2021年日本シリーズ第6戦ね、結果2対1でヤクルトの延長12回勝ち越しで勝利、4勝2敗でヤクルトの20年ぶり日本一が達成されましたね。オリックス、バファローズね、バファローズにとってはですね、2001年の近鉄でね、若松さんに監督負けて、オリックスは95年ね、ヤクルト野村さんに負けて、だからオリックス、バファローズで考えるとですね、2度ヤクルトに日本一を阻まれたっていう形になってしまいました。まあオリックスはね、96年に巨人をね、4勝0敗1分けで、破ってですね、日本一はなってるんですけども、バファローズはまだ日本一に手が届かなかったっていうね。その前は広島、小葉監督に2年連続ね、近鉄で負けましたけども、バファローズとしては悲願の日本一ならず、ね、オリックスとしては95年のヤクルトリベンジならず、今回もオリックス、バファローズともにヤクルトがね、勝ち切ったっていう試合になりましたけども、まあね、とりあえず今日の、ね、第6戦振り返っていきましょう。オリックスはね、先発山本由伸、ここは予想通りでね、ヤクルトはね、やっぱ奥側がやっぱ中6日で投げてきてないっていうところで、さすがに日本シリーズだから投げさすのかなと思いきや、ここはね、高梨が先発っていうところでね、試合は始まりましたけども、両投手ね、非常にいい形。まあ、高梨はね、もうこのシーズン通りのストレートをしっかり投げ切って、低めにフォークボールを落とすっていうところでね、このまたフォークボールのね、キレも非常に良かった。4回3分の2、84球、4安打7三振、1失球、1デッドボール、1失点と、しっかりフォアボールも取って、まあ4回でね、4回3分の2で82球っていう球数はね、ちょっと多かったけども、自分の役割をね、しっかり果たして、素晴らしいピッチング、なったんじゃないでしょうかね。で、オリックスのね、山本由伸ね、9回141球、6安打11奪三振、1四球1デッドボール1失点と、もうこちらも、もう完璧よ。もう、本当に、最高の、まあね、オリックスとしては負けましたけど、最高のピッチング、もう、グッドの、もう褒め称えるしかないよ、一回ね、高山コーチとね、握手して交代するかと思ったけどね、多分志願のね、続投で9回しっかり投げ切ってね、5回表に、失点したけども、非常にね、素晴らしいピッチング。山本はね、最初、変化球若干ストレートとフォークボールっていうところが多いなっていうところはなりましたけども、終盤からね、またカーブっていうところのね、組み立てもしっかり入れて、若月もね、しっかりリードしたと思いますし、ストライクゾーンとね、ボールゾーンに落としていくね、フォークボール、この2種のね、使い方っていうところも、非常にね、効果的。ね。まあ、その中でね、ヤクルトが5回の表に先制するんだけども、まあ、オスナがセンター前ヒット。で、宮本が送りバント。西浦がね、サードライナーでアウトになってからの、塩見のね、初球、レフト前タイムリーね。で、ここで、吉田がね、ホームに、投げるんだけども、若干ね、やっぱり、この、骨折っていうところが、やっぱ寒さがね、もう最低気温5度だったらしいですからね。この、寒さの手首っていうのは、かなり結構ね、痛みとか違和感あったんじゃないのかなって、ドームだとね、まだ暖かいんで、そこまでね、違和感なくできたかもわかんないですけど、やっぱこの吉田のね、この寒さっていうところは、やっぱ来たのかなっていうところでね、ホームへの選球、このカットまでね、若干ワンパンするかしないかぐらいのところを投げて、まあね、ホーム、セーフっていうところで、まあ先制して、わ、これ、山本先制されたっていうところでね、でもその裏、5回裏にね、紅林がアウトになって若月がね、セカンドへの内野安打、ね、ちょっとね、この、オスナのボールがね、地面についてリクエストがあってね、セーフになって、で、ここで、ワンアウト1塁から大田がね、送りバント。で、ここでもう、ツーアウト1塁にして、福田が勝負でね、このインコース、詰まりながらも、レフトへ、ポテンと、落ちるヒットで、まあ、なんとかね、ショートも取りに行きましたけども、レフトまで抜けて、ね、若月決勝のね、本塁スライディング、青木の球がね、体に当たって、セーフと、この1点をね、2アウトにしてまでもバントで送って、気合でね、取り切った1点。素晴らしい。
で、ここでね、2アウト2塁になって、スパッとね、スワロスに、交代して、まあ、しっかりね、その後続を打ち取るっていう形で、まあ、ヤクルトもね、リリーフ、スワレス2回3分の1、その後ね、清水2イニング、ね、今年、シーズン中ね、1回だけ買いまたぎしてね、まあ、そこも完璧に抑えてるけど、そのね、シーズン中の1回以来のね、買いまたぎ2イニング、で、田口がね、3分の2を抑えて、マクガフがなんと、2回3分の1の、まあ、いわば3イニング、ね、2回買いまたぎして、33球、無安打4三振、1デッドボールね、ここまでね、マクガフ打たれたこともあったけども、最後はね、高津監督が信用して、これも出し切って、ね、マクガフがね、結果で答えた。これはね、来年以降もこの信頼関係合致して、ね、来るような起用だったし、その起用に応えたね、マクガフも本当に素晴らしかったと思います。でね、オリックスも山本、そしてね、平野が10回投げて、で、能見、村上へのワンポイント。ここもね、能見もなかなかシーズン終盤投げてない中で、他にね、富山とかね、いる中で、能見、これをね、使い切った中島監督、非常に素晴らしい采配だったし、そのね、期待にも応えた、ね、能見、ね、この村上を打ち取ったのも素晴らしい。で、その悲願もね、あと抑えて、で、富山はね、最後12回3、2人抑えてからの、吉田亮っていうところでね、延長12回、2アウト、ランナーなしか出てきてね、塩見にスライダー、レフト前ヒット。で、このね、やっぱり、ワイルドピッチ痛かったね。あそこはやっぱり止めたかったね。伏見はね。まあ、あれを止め切らなきゃいけないね。で、あれでセカンド行ってしまって、で、最後ね。まあ、これはね、TBS の YouTube の方でも言ったけど、2エンド2からね、ストレート1球使いたかったね、インコース。まあ、最後はね、もうスライダー頼みっていうところもあるけども、あとスライダーがね、やっぱりワンパンして、あとやっぱ次のね、山田っていうところの意識もあったから、フォアボール出すのもあれやしっていうところの中でね、ちょっと高めに浮いて、でも、川端、見事に打ち切ってレフトへね、この決勝だっていうところで、まあさすが今年ね、代打だけで30本のヒットを打ってね、まあ真中さんの記録には追いつかなかったけども、本当に素晴らしいね、代打に切り札としての活躍、この日本シリーズでもね、最後の最後、欲しいところで、しかも2アウトからね、1点もぎ取った最高のね、日本一の決め手となった決勝だね。まあ、逆にオリックスはね、まあ、これはもう来年に向けての課題だね。ああいったところの終盤っていうところと、やっぱり吉田のスライダー素晴らしいけども、それに頼らず他でもね、抑えきれる投球術っていうところもね、まあ、ここから身につけていってね、成長に期待したいっていうところもありますけどね。まあ、最後ね、よく、本当に両チームね、まあ、2対1ね、いろんなことはあったけどもね、非常によく頑張った、オスナのね、ショートゴロ、全力疾走とかもね、今年のヤクルトをね、象徴した、走塁だったし、非常に、日本シリーズ4勝2敗。まあ、最後もね、4戦連続1点差っていうところになりましたし、まあ、今年ね、1年間、本当にコロナもあって、オリンピックもあって、この長いね、シーズン、最後までね、乗り切れたっていうのは非常に素晴らしかったし、まあ、前年ね、最下位ヤクルト、最下位オリックスがね、両リーグともに、リーグ優勝して、この日本シリーズを戦ってね、こんなに幸運する、こんなにドラマチックな、エキサイティングなね、日本シリーズを戦う、それを見せてくれるっていうのも、やっぱりね、スポーツに力があるっていうところとね、この日本シリーズになってね、お客さん 50% 入れれてね、で、皆さんもマスクしながらね、手拍子とね、大声出さず、それ真面目に応援してくださることがね、この今の日本のね、このコロナに打ち勝っていこうっていうところの見本になったと思うんで、そういったところでもね、やっぱり多くのファンの皆さんにもね、感謝ですよ。ね、この素晴らしい、観戦スタイル、だったと思います。そしてね、まあ、今年1年振り返っていくと両リーグともね、なかなか優勝が決まらなくて、最後の最後までセパもね、接戦をものにしてオリックスね、ヤクルトが勝ったっていうところでね、本当に盛り上がった1年になったんじゃないでしょうか。最後のね、この第6戦、本当に素晴らしい、試合だったと思います。ね。まあ、これでね、里崎の1年間のプロ野球総チェック、このね、日本シリーズ、ヤクルトのね、20年ぶりの、日本一っていうね、勝ちを見てですね、本当の意味での、このね、総チェック、今年ね、終了とさせていただきます。皆さんね、1年間お付き合いくださり、ありがとうございました。そして、最後ね、MVP、ね、中村、ヤクルト、で、優秀選手賞が、高橋奎二、そして、サンタナ、で、オリックスの杉本、で、関東賞はね、山本由伸っていうところがね、発表されましたけども、どうですか、皆さん。日本シリーズ、前の、解説で、里崎。言ってましたよ。1、2番の勝負になってくると。吉田、杉本、山田、村上っていうところをね、クリーンナップが打つのは大前提。その中で、裏キーマンいると。ヤクルトは中村。ね。オリックスは T 岡田。って言ってね、その裏キーマンに挙げた中村の活躍で、なんと中村が MVP
キーマンになりましたね。1年間見た中でしっかりね、見てきたとこですし、今日もオリックスね、いいところ、チャンスね、いっぱい作ったけども、やっぱ最後のね、1点取れなかったっていうところがね、まあこういうところにもなるし、結果ね、そこをしっかり踏ん張り切れたっていうね、ヤクルトの投手陣も本当にね、素晴らしかったと思います。さあ、ということでね、皆さんお付き合いしてくださり、皆さんありがとうございました。ということでですね、来年もですね、2022年、頑張って、総チェックやっていきたいと思いますので、ぜひね、そちらの方も皆さんね、見てください。皆さんのパワーが、里崎のパワーにつながります。そして、あと2ヶ月後、キャンプイン、間近になります。もうね、1ヶ月ちょいで年も明けますけども、皆さんね、2021シーズン、プロ野球ね、観戦、どんなシーズンでしたか？いいシーズンで回った人もいるだろうしね、あんまり良くなかった人もいるかもしれないですけども、また来年すぐ始まりますから、里崎チャンネルと共に楽しんでいきましょう。そして、日本シリーズも終わりましたから、こっからね、また年末年始に向けて素晴らしい企画たくさん用意しておりますので、佐々木チャンネルこれからもよろしくお願いします。ということで、2021シーズン日本シリーズ第6戦2対1でヤクルトの勝ち、4勝2敗でヤクルトが20年ぶりの日本一になりました。これで2021プロ野球全シーズン終了でございます。お疲れ様でした、皆さん。そして、東京ヤクルトスワローズの選手の皆さん、監督、コーチ、そしてファンの皆さん、おめでとうございます。今年のプロ野球終了、ありがとうございました。